伊方町は深刻化が増す人口減少の対策として情報通信会社と移住や定住の促進に向けた連携協定を結びました。伊方町役場では昨日、伊方町の高門清彦町長と ST ネットの小林勲社長が移住・定住促進に関する連携協定書にサインしました。伊方町では3つの町が合併した2005年にはおよそ1万3000人だった人口が現在は8100人ほどになるなど人口減少が深刻な課題となっています。今回の協定では四国外から伊方町への転入者に向け ST ネットが提供する光回線の月額基本料を最大で1年間無料にするほか、町の課題解決や地域の活性化に向け協力して取り組むということです。ST ネットによりますと、通信事業者が自治体と連携して移住者支援に取り組むのは四国では初めてだということです。